ベル、トリトリの実は世界に5種しか存在しない。これ。この設定ってまだ生きてるの？図鑑で飛行と認められてるのが5種ってことだろう。トリトリでまず1種、ロギアの浮遊とかは脳幹で。確認されてるトリトリが5種類という意味だと思うけど。〇〇の見事で区別し出すと悠々の実モデルプテラノドンみたいに他のモデルは飛べないのに一つだけ飛べる実の扱いがややこしくなる。トリケラトプスも飛べるぞ。鳥だからな。トリケラトプスとはこういう恐竜だ。図鑑に載ってるのがって意味かもしれないし。マルフ飛んじゃってるしな。ふわふわは飛行なんだろうか。ふわふわも入りそう。メイン能力が空飛べるやつなら飛行能力ってことになるのかな。飛行能力が手に入る悪魔の実がゴツではなく飛行能力が得られるとされる区分けの中の悪魔の実だから。確認されてないだけ。どういう観点での数え方なのか微妙に当時からわからない。トリトリはまとめられてそう。5種より多いじゃん矢印新発見です。これでいいな。麦わらチェイスにトリトリの実モデルは出てくるんよな。アニオリだからカウントするかはわからんけど。ふわふわ。トリトリ。悠々の一部。ウオウオ幻獣。あと一つなんだろう。ムシムシは入る。ウオウオは雲を掴んで移動してるから飛んでるわけではない定期。糸糸と相性バッチリかよ。あいじゃんこんなの。こうして見るとちゃんと飛んでるのはまだミスくらいなんだな。モデルとしてメジャーなのはトリトリ、ムシムシ、バットバットくらいかな。飛行能力は質問来てそうだけど触れてないしベガパンク登場で悪魔の実の説明矢印悪魔の実図鑑の詳細判明から5種類の飛行能力についての説明来るって思ってる。まあ誰かは絶対質問送ってるよな。ベルが間違えて覚えてた可能性。文の流れからするとトリトリはゴツしか確認されてないが正しそう？これっぽい気はしてきた。俺もそうだと思うんだけど。なぜかアニマンだとトリトリは一種扱いだと主張してる人多いな。ポケモン図鑑並みに把握しきれてない感じはある。飛ぶ以外の能力がないって可能性。パスタマシンとかみたいな拡張性がないとか。飛行能力を強調してるからトリトリじゃなくて飛行する能力自体にかかってる方を押すなとは ASDS とかで解説してくれないとわからないが。飛べるトリトリの実が5種だけなのめっちゃ不自然だからトリトリはまとめられてると思う。別にそこは確認されてるトリトリがゴツという意味で捉えれば良いのでは。ちなみにもうトリトリは1種類出てる。これ以上出せないぞ。本編だと3つではラフィット含めるなら4つアニオリとか入れるとややこしくなる。麦わらチェイスの足はともかく、ヌエは外伝も外伝だし普通に含まなくてもおかしくないラインだよな。こいつもそういえばトリトリなんだよな。能力の解釈次第で飛べるようになるものとデフォルトで飛行能力が身につくものは別扱いじゃないの？悪魔の実図鑑にない新種が今後出たとしたら、5種は古い情報なんだなで終わる。悪魔の実の由来によっては最初から全部載ってる可能性もあるけど。たまたまの実はトリトリじゃないんだよなややこしいやつ。飛べないトリトリもいそう。モルガンズは飛べてない。アホウドリだから助走がいる人獣形態だからって気はするが。アホウドリは助走がなければ飛べないってだけだから飛行能力はあるはず。世界アラバスタ。世界政府非加盟国、世界に含まれてなかった？差別はアンドナのバレバレ。やっぱ悪魔の実図鑑という謎の本の存在がネックになるな。作者モルガンズ説。ゴムゴムの名前いじってるから多分世界政府出版。でもトリトリが一種扱いだとトリトリの中にも飛べない身もあるわけだからなんか変な気もする。飛べないトリトリって出てきたっけ？現実に飛べない鳥としてペンギンとかがいるって話？そういえばぐるぐるの実があったわ。身自体の能力で食った瞬間から飛べるやつだけが飛行能力で、なんか頑張れば飛べるは対象外なんじゃね。あくまで飛行能力であって能力で飛行するのはまた別の話だろうな。例えば非能力者ですら空中をキックしてや空を走ることできるわけだがああいうのはノーカウントで。これだと思う。悪魔の実を食べることで得られる最低限の能力の中に飛行能力が含まれているものが世界で5種なんじゃないか？ウオウオとかギア4みたいな、能力を応用させて飛行するのはゲッポと同じ区分だと思うし。
鳥の多種多様さを考えると鳥々が5種類しか確認されていないのは少なく感じる。本当に図鑑に載ってるのがそれだけってことならまあ。原作に出てる飛べる鳥鳥ってペル、マルコくらい？ラフィットはまだ確定じゃないし。モルガンズ。ピエールは鳥がうまうまを食べた。モルガンズはまだ飛んでない気がする。俺飛べねえとは言ってたけどアホウドリ自体は飛べるから助走できれば飛べそう。作中に能力者が出てきたからといってそれが確認されてるとも限らないしな。噂レベルでしか能力知られてない人結構いるし。ベル、適当こいてただけなのバレバレ。ベルが嘘なんかつくか。世界の諜報機関の最高峰に属する奴らがこれは何の実だろう？ってわからないまま食べてたりするんだし。確認されてる悪魔の実って全然漏れだらけなんだと思うよ。CPQ、図鑑を買ってもらえなかったのバレバレおねだり失敗したの確定か。図鑑見たけど載ってないって言ってただろ。載ってないのが普通だからな。5種類知ってるだけですごい。そういえばラフィットの羽って何の能力なんだろう。ゾーンってラングルボールとかなしだと体の一部だけ変形とかできないし鳥々ではなさそうだけど。ベルは王国軍に所属するいわば後人だからな。海賊とか一般人が食ってても確認されてないってのは結構ありそう。自分がどういう能力者かなんてできれば隠したがる奴は多いだろうしな。ゾーンの形態って自分がこういう生き物と思えばできるを体現してるから飛ぼうと思えばゾーンならなんで飛べそう。感覚麻痺するけど本来悪魔の実って貴重なものだし、海賊やらやってると自分や部下、上司の能力なんざ知られたら死に直結するからなるだけ隠したいだろうし、悪魔の実図鑑載ってる中で飛行能力を持つのが5種だろうな。多分鳥々全部で1種、他羽が生える羽羽の実みたいな感じで劇中出てないやつとかで埋まってるんじゃね？それに政府発行なら情報の隠匿とかしてるだろうし、というかゴムゴムで情報操作してるから馬鹿正直に身の説明を書くとは思わない。確認されてるのが5種ってだけだから、今後増えても確認されてないって言えば問題ない。確認なんだよな。そもそも鳥々の実が5種類なんて言ってねえ。吹き出しも分かれてるし5種は飛行能力にかかってると普通に思ってたので鳥々の実の型にかかってると思ってる人が少なからずいることに衝撃を受けてる。どっちが正しいんだろう。当時は鳥々が5種類と思われてたけど鳥々だけで5種近くあってその上ムシムシやら他の飛べる能力が出てきたからそうしないと矛盾してしまうので鳥々まとめて1種カウントに。世界に5種しか確認されぬ飛行能力をその前のセリフである鳥々の実モデルハヤブサにかかってると考えるのは普通にヤバいと思う。飛べるやつ5人以上いるくね。に固執しすぎて日本語能力落ちてる。飛行能力をデフォで持ってる悪魔の実って本編でもまだそこまで多くない。大体が能力を応用して疑似的に飛行状態を再現って感じだからな。そういうのを飛行能力とは言わんだろ。それな。デッキとした飛行能力は少ない。ぐるぐるとか思いつかなかったらできないわけだし。アラバスタ編まではそうだったんだろ。長期連載で変わっただけで。なんか6種類めっぽから気もするけどもう5種類も確認したから吉図鑑書いてる人がこれ続けてる可能性もあるな。確認されてる限りなんだから5種以上出てきても未確認だった新種なだけだよな。この発言が白ひげ大海軍の戦争前だってことも重要だな。シャボンディ諸島のオークションの時のドフラミンゴのセリフから、この時にはスマイルはまだ出荷し始めたばかりだってわかるし。多分図鑑に載ってる飛行できる能力の実が5種類なんだろう。核とかリファガミを食うときギャンブル扱いだったから把握されてない実は大量にあるはず。確認できてるだけだし飛行能力だから月報使えれば全悪魔の実の能力者は飛べますみたいな話じゃなくて企業で飛んでる奴らは含まないんじゃね。そもそもそいつら空飛んでるんじゃなくて疑似的に宙に浮いてるだけなんだよ。糸糸はスパイダーマンだし、おうおうあおゆうはしがみついてるだけだからな。ゲッポはあくまで頑張ってジャンプしてるだけだからな。現実とペルの知識が食い違っていてもおかしくない。ただ、ペル自身は何を想定して5種と言ったのかは気になる。
世界政府加盟国に所属する正式な軍人か有名な傭兵あたりで確認されてる飛行能力者が5人とかかな。海賊、革命軍、賞金稼ぎあたりのアウトローは知られてない能力者多そう。マルコの能力は海軍にとっては噂程度の認識みたいだったし、カウントされてるか怪しい。ドフラはカウントされてるのかな。悪魔の水管とかいうすごいのかがバイのかわからん図鑑。著者誰なんだろうな。下手したら政府に消されかねない気がするけど、割と一般に流通してるっぽいし、現実でいうムーみたいな扱いか。Thank you.